はい、皆さんこんにちは、ゼヒコです。それでは今回なんですけども、メルペイお得な価格破壊クーポン第2弾、セブンイレブンやローソンで使えるキャンペーンということで、メルペイからですね、なんとあの破格のクーポンの第2弾が発表されたので、今からそちらについてお伝えさせていただきたいと思います。ということで、まずは概要からなんですけども、11円で買える好評につき追加クーポン配信中ということで、まあ下にも少し記載はあるんですけども、2019年6月18日から配信が決まってるということですね。まあなので、現在の唐揚げくん16円などのクーポンが終わってすぐということになりますね。では気になるクーポンの内容なんですけども、今回はコンビニ3社プラスマクドナルドとなっています。で、まず先にマクドナルドなんですけど、まずマクドナルドでは定価200円のマックシェイク M サイズが半額の100円で税込みで買えるということですね。あとはセブンイレブンのセブンカフェ、こちらは11円で購入ができると。そしてファミリーマートですね、こちらはアイスコーヒーの180円、またはアイスカフェラテの180円、それとあとバームクーヘンですね、これが154円、これら3つがまあ11円で購入できると。そして最後にローソンですね、ローソンは濃厚ミルクワッフルコーンというのが220円で販売されてるんですけども、こちらは税込みで39円で購入できるということになっております。で、配信期間なんですけども、マクドナルドは6月の14日から6月の30日までなので、なので今日から出ていますね。で、セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンのクーポンに関しては6月の18日から6月の30日までとなっています。なのでちょうど先ほどお伝えした、まあ、唐揚げくんとかの17日までのクーポンが終わってから、まあ、新たにコンビニのクーポンが出てくるということですね。まあ、マクドナルドはご覧の通りもうすでに出てますね。補足なんですけども、なんとですね、現在開催中のキャンペーンですね、まるっと半額キャンペーンと今回のこのクーポン、激安のクーポンを併用して使っても大丈夫ですということが公式ページでも出ていました。いや、これが使えるとなるとめちゃめちゃお得ですよね。まあ、もしですね、気になる方がいれば、まあ、下の公式ページのリンクも貼っておきますので、ぜひそちらもご確認してみてください。ということで、今回の動画いかがだったでしょうか。いや、もうそれにしてもメルペイの攻め方がかなりえぐいですよね、キャンペーンとかも含めて。まあ、ぜひですね、今回のキャンペーンですとか、あとはまた配信されるクーポンをぜひ併用しながらメルペイをうまく使ってみるのもいいのではないのかなと思います。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターもしてますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。